デッドストックデッドだろこれマイブームで動いてほしい。これついてるってことなかなかね難しいですね。どうも LJ です。今日はですね、まあ、ずっと行きたかったお店にやっと来れました。場所は高円寺の D クロージックさんです。いやよくもう高円寺来るんですけど家族で、まあ、子供ちっちゃくてもうゴリゴリのヴィンテージ本当のツルーヴィンテージが置いてあるお店なんでなんか入りづらいなと思ってたんですけど、今日は FJ ということで一人で来させていただきました。では早速行ってみますか。はい、あポリネート、はい、今アウター脱いでます。で中はもう D クロージングさん来るんでファースト着てきました。で中がグレートフルデッドの 80s の T シャツにパンツはいつも通りディッキーズで、ブーツは最近履いてるんで、今日は寒いんですけど気合を入れてきました。はい、じゃあ早速、はい、中に、いやちょっと緊張すんな。中に行ってみたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいました。ディークロージングの石川さんです。石川です。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。いえ、こちらこそ。いつも見てる人なんです。僕も YouTube D クロージングの石川さんのモノマガジンの YouTube でアメリカの買い付けだったりグルメだったりを石川さんがお話してるんですけど、石川さんのお店って D クロージングとセーラーズ、はい、2店舗です、はい、セーラーズもなんか何年ぐらいやられてるんですか。そうですね、セーラーズの方がもともと D クロージングだったんですけど、はい、そのディクロージングを高円寺に出したのが上の娘が生まれた時なんで、今年で23歳なんですよ今年、はい、うちの娘が。その前は高円寺じゃなかったんですよ、うち。あ、そうなんですか。そうなんです。で渋谷の方でやってたんですけどね、はい、じゃあ結構、じゃあここで言うと23年ですけど、まあ僕が起業して、はい、来年で30年丸、もう本当にね何も考えず、いや本当にすごいです、やっちゃったっていう感じなんですけどね。だから古着屋で働いた経験が僕ないんですよ。あ、そうなんですか。はい、好きでは通ってたんですけど、はい、いやでももう古着屋の鏡みたいになってますよ、ディークロージングさんは。いや、なってない。俺からすると全然やばいっつって、レジェンドですか。レジェンド、そう好きなものを集めて好きなものを並べてる、はい、流行りものを探して来てくださるお客さんはもちろんいるんですけど、うん、そういうお客さんも多分面白くないと思うんですよ、うん、やっぱりなんかマイブームで動いてほしいんだよね、僕的には。自分、はいはいはい、流行ってるものね、敏感で行くのもすごくいいんだけどね。僕もその西海岸のその人たちの格好が好きだから、流行ってなくてもずっとペンドルトンばっかかってるから、うん、初めてサンフランシスコ行った時はもう感動して、はい、ここだと、これがアメリカなんだみたいな、ね、思っちゃうよね、はい、でその後コロナになってなかなかこう行く機会がなくなってしまって、まあ、行けてないんですけど、古着屋ではないので僕は。でも YouTube 撮りにね、はい、これからね行きたいんですよ。なんか交わりたいね、どっかで。そうなんですよ。ローズボールとかもそうですし、いろんなアメリカってローズボールだけじゃなくていろんなヴィンテージの、まあ、フリマだったりマーケットがあって、そういうところに行きたいんですよ。やってみたいね、なんかコラボレーションね。いや、すごい。面白いよね。来た、お金貯めましょうよ、はい、貯めましょう、みんなでやりましょうよ、はい、じゃあちょっと店内の商品も見させていただきながら、僕がなんか探してる好きなものとかたくさんあるんでちょっと見させてください、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ一回見て分からなかったら全部石川さんに聞きましょう。はい、じゃあまずDクロージングさんの、まあ、いろいろ店内を紹介したいなと思います、はい。まずこの入り口なんですけど、まあ、こうデニムジャケットがもう D から B ですからたくさんかかってる状態です。結構ねこのデニムジャケットも、もうかなり古いものがから、うん、サードから42ですよ、サイズ。すごっ。だから普通にラックにネイビーのショールカラーとかかかっちゃってるんですよ。D の 91A もあるし、
ホルカントリーもあるし、ヘラクレスのこんな真っ黒のカバーもあります。こんなに牛パンに入らないでしょ。俺だったらここにかけますもんね。そうですね、っていうものがいっぱいあるから、ここはもうやばいです。でここは結構ワーク系のコートなんですけど、 90s のカーハートとかではなくて、本当に古い 40s の D のショップコートだったり、やっぱりとにかく古いものだらけで、なんかかっこいいですよね。ここね、パンツコーナーってたくさんあるんで、ミリタリーパンツ、ベイカーからカーブからめちゃめちゃあります。で、あのずっと気になってたんですけど、ここあのずっと言ってるじゃないですか、メキシカンリングが欲しいって、はい、めちゃめちゃあのリングが、リングとか ID ブレスとかめっちゃあるんですよ。スイートアーツジュエリーとかありますね、はい。ちょっと待って、こっち行っていいですか一回。好きなね、 L2D がたくさんあります。 L2D かっこいいですよね今、はい。ただやっぱこの間も言ってたんですけど、やっぱ僕も着たいんですけど、ブラックデニムとかに合わせるとやっぱ今かっこよくて、女の子、嫁に着てほしいなと思って。 L2D はなんか女の人が着てた方がかっこいいな気がするんですよ僕。なんでちょっとそれも探したりしたいですね。ジャングルファティーグもスモールショートとかいっぱいありますか。これちょっとマジですか、探しました。これやばいっすよ。ちょ、後で聞いてみましょうか。よかったっすね、よかったっすね。てか、なんか探してたものは多分全部あるんだと思います、ここに。そうですね、はい。これとかも普通のユーティリティシャツなんですけど、うん、これついてるのとかなかなかね珍しいっすね。ここなんですけど、ブーツがめっちゃあるんですけど、もう最近ですね、キッズのエンジニアとかエンジニアブーツとかめちゃめちゃスタッツ売ってるんですよね。あの写真にスタッツ売ってるやつとかやばいですよね。ああいうの入ってバイク乗りたいですね。めちゃめちゃかっこいいです。すっごいな。でこれ多分あのアメリカ軍のラフアウト、あのスティーブ・マクリー入ってたやつですよね。あの映画で。はい、US ネイビーのものと、はい、US マリンコープのものと、はい、コーストガードのものと、はい、あの3タイプあって、ね、まあこれの一つなんですけど、それは US ネイビー、ネイビー、かっこいいっすよ。ラフアウト好きにはたまらないあのブーツです。ここはね、あとここはね、もうセカンドのマッコンからデッドのリーバイスからリーからWX か、こんなにあるんで、これもうこれ欲しい人はね、これ言ったら多分出てくるでしょうね。WX の何インチ欲しいんですけどって言ったら、まあ、全部置くからね。あ、そうなんですか。はい、あのこっちは一応あの、まあ、サンプルと言いますか、まあ、一応あの出してる感じのもので、もう本当にまあこのやつとかは出してないんですよ、はい、やっぱり。濃いのばっかり、濃いですけどね、濃いのばっかりですよ、ここにあるのも。でもはい、いや俺もね今すっごい気になるのこれとかね、ビンビンですね。僕あのリーバイスのショートホーンをこの間着てた動画があるんですけど、はい、まあ、スリムジャケットタイプのボアのやつがあるんですよ、あのショートホーンと同じ形の。それあるんですよ、それを着てこようと思ったんですけど、あまりにも寒すぎて今日あのやめたんですけど、めっちゃかっこいいです、やっぱスウェード。あとリーバイスのあのサドルスウェードとかあるじゃないですか、はい、それにすごい似てます、うん、あります、サドルスウェードあるんですか。あります、あります、あの分厚くですよ、はい、ショートはい。これ言ったら出てくるんだ、あるよって出てくるやつじゃないですか。うわ、これかわいい。今鹿さんがあの僕が好きなあのショートホーンのサドルスウェードを持ってきてくれて、やばいっすね。ちょっとやばい。
あとやっぱ最近なんですけど、はい、ブロックチェックめちゃめちゃ良くて、はい、ウール系のブロックチェックの CPO とか、うん、そこら辺次いいなと思って最近着てるんですよね。ここら辺まだ全然安いんで、はい、これにディッキーズとか着るだけ、履くだけでも全然、グリーン着るとあれですね、プライドですね。テンダーロインの感じになっちゃう。確かに。かっこいいですよね。そうですね、ブロックチェックも。こういうウールナウターとかを持っておくだけで、全然リバースとかスウェットの上から羽織ればめちゃめちゃいいですよ。ぜひみんな着てほしいなという感じです、この CPO 関係は。あ、セーラーにあるんだ。じゃあ後で、後で行きましょう。これは、お、これ、これが、うわ、やっぱ。やばい。デッドストック。デッドだよ、これ。俺が持ってるのと色が全然違うもん。かっこいいよ、これ。ほんまにこれ珍しい。珍しいですね。ほら。着てない。着てない。やばい。こういうの。いや、でもかっこいいっすよね。かっこいい。この形のボアのやつを俺持ってるんですよ、うん、とこれを持ってて、もう一個そのポケットが付いてないサドルスウェードって呼ばれてる、まあ、テンダーロインの T サドルの元ネタですよね。これやばいね。うわー、ちょっと触っとこう。これはなんか切れない。切れないです。切るの怖いですもん。だってこんな綺麗な色であるんですね。ショートホームのマクレガーのシーズンの例のこのウエスタンのポケットの最初のメキシコ製の501、はいはい、あれすごい色落ちよくて、はい、